ルチアーノ・パバロッティ・プラシド・ド・ミンゴ・ホセ・カレーラスさん、大テノールはルチアーノ・パバロッティ、プラシド・ド・ミンゴ、ホセ・カレーラスの3名のテノール歌手が共同でコンサート等の活動を行った際に用いた名称ザスリーテナーズが元になっているザスリーテナーズに日本語の3代に相当する意味はなく3人のテノールと訳することもできるが3人がそれぞれ人気 実力を兼ね備えた当時を代表するスター歌手であったことから、三代の面が強調され、共同活動のグループ名としてのみならず、三人の歌手の存在そのものを指す言葉となった。なお、うちドミンゴは、ドイツオペラも相当数個なすものの、また、ドミンゴとカレーラスは、フランスオペラのカルメン補正役でも知られるものの、実質的には、イタリアオペラの三代テノールであり、ルネコロや ベーター・シュライヤーのようなドイツオペラ歌手、リート歌手が比較の対象になることはなかった。座教でドイツオペラの三大テノールを挙げるような試みがなかったわけでもないが、ドイツオペラのテノールはヘルデン系とリリック系が格然と分かれる特質もあって、イタリアのように多くのレパートリーが共通したトップスターを列挙することは難しかった。 三大テノールとしての最初の活動は、1990年、イタリアで行われた、サッカーワールドカップの前夜祭りとして、ローマのカラカラ浴場で行われたコンサートである。その後も4年ごとに開催される、ワールドカップの度に、コンサートが催され、2002年の日韓共催の際の、横浜アリーナまで続いた。この他にも3人での世界ツアーも数多く行い、オペラだけでなく、 ナポリ民謡やポップスなどのレパートリーも持ち、テノールやオペラの魅力を大衆に広めることに大きく貢献した。これ以外の活動もあった。1999年1月9日にバーナールが東京ドームで行った3大テノールニューイヤーコンサート99は FM 東京や東京メトロポリタンテレビジョンを通じて全国に放送された。 2003年のコンサートが最後となり、2007年にババロッティが死去したことで三大テノールとしての活動は終わりとなった。グループ活動としての三大テノールは終了したが、その時代を代表するトップ歌手という意味での三大テノールという言葉は、その後も使われ続け、ポスト三大テノールは誰か、などの議論のように使用されている。ポスト三大テノール候補としては、ホセクーラ、 ロベルト・アラーニャ、マルセロ・アルバレス、ファン・ディエゴ・フローレス、ヨナス・カウフマン等が挙げられることが多いが、固定した評価はなく、その呼び名自体廃れてきている。ありがとうございます。